しな、実家も出るからな、ちょっとおい。さよなら。もしかして出戻り？小牧のお弁当おいしい。子供の幼稚園が2時にお迎えなんで。日本経済舐めてません？ちゃんと貯蓄してんの？30過ぎたバツイチ女がさ、子連れで生きてくんだから、綺麗事言っててもダメだよね。お仕事どうでした？やめた。え？お連れさんも一口どう？私を弟子にしてもらえませんか？行き場所が見えたんです。居場所じゃなくて行き場所、お願いします。しば漬け、私お弁当屋開く。俺しつこいから。あんたの言う責任って一体何なの？弁当屋始めること、離婚して一人で生きていくこと、捨てたくないからって全部抱えてりゃみんな腐らせちゃうんだよ。小牧よしな。悩んだりへこんだりするけれど、でも大丈夫、明日はきっと変わるはず。イエーイ。のんちゃんのり弁。